東湯東湯は、明朝開国の行進で、軍人。死臭二次件の出身。元の名は、東とものりと言ったが、後に、主元章によって改名された。父の東淳公は、林豪で元軍との戦いで戦死した。父の後を、兄の東とも高が継いだが、病死したため1352年、16歳の時、東湯が継ぐことになった。東湯は常に、 軍の戦闘に立って敵陣に攻め入ったため、皆その勇気に感服していたという。1353年、主元将が、長江北方にある美で放棄した際、東遊はこの軍に参加し、官軍総監の地位をもらった。そして1355年、主元将軍に従軍して、長江を渡り、周喜び占領に貢献した。さらに1356年、 主元将は、ジョトールを大将軍として、主軍を預け、周辺都市を攻略した。東湯は、別動隊として、広則を攻略し、その後で、広港浴玄水に昇進した。東湯は、広則の守備を任される。そこを、社祭公率いる元軍が攻めるが、元軍は大敗し、総監の部与坂へとその部下千人が捕虜となった。1357年。 東遊は捕虜を自軍に組み込んで、先州に移動し、古大会と共に、奇襲の伊佐を計、旧を攻略した。その後で、数密院法案に任じられ、その守備を任された。同年、元軍は、内属将軍の妖艦車に、兵十万を与えて、奇襲の奪還を試みる。奇襲の守備兵は、必ずしも、強くなかったが、東遊はこれを激励し、何とか持ちこたえた。 その間に、味方の古大界の軍が到着し、元軍を攻撃して破った。東湯はさらに追撃し、急寧、元を奪って、兵3000を獲得し、さらに黄賀にある敵の基地を落とした。さらに1358年、李文忠、古大界と共に、水安を攻略し、長宗卒の余り指定を破った。さらに北上して、順安、剣徳を奪った。妖喚者は、 反撃を試みるが、帰って破れ、リフククルールが捕虜となり、軽道で、兵3万が降伏した。その翌月、ウリューレイで、妖艦者の主軍を破った。その後は、主元将の下に戻され、再び枢密院の職を務めた。なお、妖艦者が率いる、内族の軍は、素行が悪かったため、その後、 元朝に依頼された長島子誠に滅ぼされ、残った内族の多くは、主元将軍に組み込まれたという。1360年、西の大軍伐の陳と模と、主元将軍の決戦が始まる。この戦いの中で、陳と模を敗下で、武士を守ると勝脇が、主元将に降伏を申し出る。東湯は、この降伏が、 敵の策略であるという情報をつかみ、夜を徹して二百里を駆け走り、夜明けに到達して、これを報告し、東勝明は逃走した。東湯は自軍に軍旗を厳守するよう命じ、武州を平定した。さらに陳と無料の部下で、上将を務める固定随が降伏し、達尾記事が、主元将軍の支配下となり、なお、高徒府と改められた。東湯は、 厚生行省三聖主に任ぜられ、降伏した、宿州、高安氏を部下とした。ところが宿州、高安氏は、その待遇に不満を持ち、助通ると共に、武将攻略に加わるもの、の反乱を起こした。彼らは、船でジ、ョジ港から取って返し、夜に、高ト府を攻撃した。東友は、側近数十期を引き連れ逃走するが、そのほとんどが撃たれてしまい、 最後には、養子の馬を譲り受け、命からがら横天府に逃げ込んだ。主元将はすぐに、ジョトールに軍を返すように命じ、東湯、主府三政と共に、これを鎮圧させた。その翌年の1363年、陳ともは、兵六十万を従えて、大戦団で、高徒府を攻撃する。いわゆる陽子の戦いである。陳ともは、 コートフを数百十に包囲した。東友は、コートフの武州門を守備した。陳ともりは自ら軍を指揮して、城壁を破壊するが、東友はこれを修復しつつ、防戦に当たった。陳ともり軍の攻撃は、ますます激しくなり、三ヶ月にも及んだ。その後、ようやく、主元将が、援軍に駆けつけ、陳ともり軍を破り、さらに敵の本拠地、武将まで落とした。 東友は、洋湖南部にある、旧陳領の平定を命じられた。東勝脇の弟の東式義が、兵二万を率いて、栄裕高を守備していたが、東友はこれを撃破、将軍級の武将五十四名を捕虜とした。さらに城すぐる春に従って砂港、浅峰にある、敵拠点を、平定、さらに兵を進めて、吉安、監修を下した。その港で、 1364年28歳という、諸将と比べても異例の速さで厚生業賞を以上に昇進する。東友は王体が最新で苦労を厭わず、兵に対して厳粛であり、降伏した相手には寛容であったという。邦外のハンクルルが、兵卒が略奪行為をしていると訴えた時には、東友は驚いて陳謝し、すぐに略奪者を探し出し懲罰を与えた。 主元祥は、ジョース・グル・ハルが上陽を占領したのを機に、東湯に、上陽の同治を命じた。主元祥は命令書で、東湯よ、上陽を守備し、法令を厳守せよ。山中の砦から基準するものや、平民の戸籍を整備し、下級将校には、屯田兵として工作と戦闘を両立させよ。開墾し、民を愛し、軍旗を守らせ。 所長から慕われるように努め、今はまだ孤高のような軍を、地母のように変えよ。私は汝を城のごとく頼っている。汝もそれに応えるよう努めよと訓示し、東友もこれに応えた。1367年、県御師大右御師大部に任じられる。翌1368年、名建国の都市、大使悟る徳を兼務する。北伐に際しては、 聖樹将軍に任じられ、城、漢の兵を率いて、南洋以北の未占領地を攻略した。東州、南洋に、信攻、逃げる元軍を河原店で破り、四国甲羅二十六人を捕らえた。さらに東北に軍を進め、隋、洋、武洋、路山を占領した。牛新、三井市、鉱山の敵拠点を攻め、金州、某州、金州、昭州の地を占領した。 1370年、大将軍女通ルと共に、進む虜左副将軍として、帝西攻略に従軍し、ココテムルを敗走させる。さらに別同隊を率いて川州を占領、チベットの諸州長を降伏させた。さらに、甲賀上流を西に進み、黒松林で敵を破る。さらに川州西方の枝間、カラス各蔵の諸部族を従わせた。 完熟西北数千里を行軍して帰還した。後にその功により、開国多数雲水誠戦力物心、栄六大部、右柱国、守る国公、三軍国時に任じされ、六三千国を与えられた。1371年、民軍の食攻略の際は、上用で兵の鍛錬と兵隊を命じられる。1372年、達州。 州の初番が反乱したため、進む南将軍に任じられ、州特攻、五領と共に平定を命じられる。東湯は、要、高明を従えて、州に出撃し、48道の敵を破って、反乱軍を鎮圧した。1373年、右副将軍に任じられ、助通るに従って、西北に従軍した。1377年、 序盤の川倉で反乱が起こったため、生成将軍として、僕へ与副将軍に従え、鎮圧に向かった。軍を三つに分け、混乱山脈で、敵兵一万を切り、馬牛羊十四万を捕獲し、拠点に兵を残して帰還する際、道中で病を得て、受春の地で数え四十一歳で死んだ。名川王に追風され、竹順と送りなされた。くれちょ。 坂井谷大地役中、超巨人、民の大祖主現象、講談者文庫、1989年、ISBN4 億618万 4556X。川越康弘著、民氏名特出版社、2004年 ISBN4 億 89619828X。ありがとうございます。